今日はコスメアーティストデラックスでキュアホイップ風メイクをしてみるよ。わーわーわー、私にそっくりな女の子。この女の子のお髪やお目目を私と同じ色にしてキュアホイップ風メイクをしてみよう。まずは髪の毛。髪の毛をカラーパレットでピンク色に塗っていくよ。このピンク色に塗り塗り。お髪がとっても綺麗なピンク色に塗れたよ。次は眉毛。眉毛はさっきのお髪の色よりもちょっと濃いめのこの色で塗ってみよう。うん、綺麗に塗れたね。その次はアイメイクだよ。キュアホイップのお目目って赤いから一番近い色のこのカラーコンタクトを入れてみよう。よいしょ。うん、かわいい。よいしょっと。次はつけまつげもつけてみよう。キュアホイップのイメージは元気いっぱい可愛らしいイメージだから、このドーリーのつけまつげをつけてみるよ。わあ、お目目がバッチリするね。下まつげにもつけまつげをつけて、お、ちょっとずれちゃったな。よいしょ。取り外しが難しいから慎重につけないとね。こんな感じかな。反対側にもこんな感じでつけて、うわー、お目目がパッチリ、かわいいね。次はほっぺにチークをつけていくよ。チークはこのパフを使ってほっぺにトントントン、トントントン。ほんのり可愛らしいチークがつきました。今度はリップをつけていくよ。リップはこのピンク色をつけてみよう。ピンク色をつけるとどんな風になるかな。わあ、かわいい。ほんのりピンク色でかわいらしい唇になったね。あとはネイル。ネイルはこのお花とピンク色が交互になってるネイル、どうかな。つけてみようと。一番小さいのは小指にペタ、
薬指にペタ、中指はお花、人差し指にペタ、そして最後の親指にはお花のネイルをペタ。わあ、かわいい。ネイルがかわいくできたら指輪もつけちゃおっと。この星様の指輪、かわいいよね。この指にペタ。わあ、かわいい。黄色のリングもいいな。これは人差し指にだっと。ネイルも指輪もとっても可愛く仕上がったよ。手元のおしゃれも完璧。あとはイヤリングもつけちゃおう。イヤリングはこのピンクのハートはどうかな。わあ、可愛い。うん、すっごくよく似合ってるね。ピンクのお髪がキュートなキュアホイップ風メイクの出来上がり。カラーコンタクトとつけまつげでとってもパッチリのお目目、チークでほんのりピンク色のほっぺに、ふわっとした唇、カラフルで女の子っぽいネイルに、おしゃれな指輪、とっても可愛く仕上がったよ。どうどう？私に似てる？とっても可愛いね。カラフルなカラーパレットでいろんな色を使いながら可愛くメイクしちゃっちゃうね。バイバーイ。アソブームではまだまだ面白い動画をたくさん用意してるので、動画の右上にあるこのアイマークを押してアソブームの他の動画もたくさん見てね。このアイマークを押してね。毎日楽しい動画をたくさん見たい人は、このチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押して、チャンネル登録をして、アソブームの楽しい動画を毎日見ちゃおう。みんなの気に入る動画がきっと見つかるよ。毎日楽しいアソブームをぜひ見てね。これからもアソブームをよろしくね。